高梨修と高梨里奈のみんなでトライバース、イエーイ。はーい、皆さんこんにちは。こんにちは。映画トラバース、皆さん見てくれてますかね。映画トラバース、実はですね、あ、ではこれやんなきゃ、はい、これ、はい、よし、はい、よし、皆さんこれ、皆さんも流行らせてください。リナとね、いつもね、現場やね、お稽古の時にね、二人で気合入れようって言った時にね、これをね、二人でいつもこれやって、臨みましょうっていうことで気合を入れた、ね、この、これは毎回これでね、始まりますけど、実はみんなでトラバースというこの、YouTube 番組があるんですけどね、その中でまたこの高梨淳と高梨淳のみんなでトラバースというこのトーク番組、連続トーク番組を、まあ、配信会社の方がね、企画を立ててくださって、というのはそのきっかけは実はリナ、何ですか、映画トラバース情報解禁になってるのもなってないのも含めて、はい、実は新たな展開がなんと、なんと、なんと、なんと海外で映画トラバース皆さん見れるようにというか、見れるようにというか配信ね、配給が決まりました、はい、イエーイ、ついにですか。どうします。いやちょっと英語喋れるか今そっちかい、そっちかい、そっちかい、そうね、英語喋れるかどうかっていうか、はい、もう字幕でちゃんと出ますから、なら、なら、なら大丈夫、安心しました、うん、というかどうしますって言ったのは、はい、これから外国にこうトラバスがバーッとこうね、はい、広がった時にほら人気出ちゃったらどうしますっていう、どうします、どうしたらいいですかね、ちょっと出ちゃったらいや楽しいですね、楽しいです ね, ですね、まあ、まずはね、だからそのためにも皆さんの応援がね本当に力になりますので、映画トラバースいよいよですね、今日実は1個だけね情報解禁もうすでにされているものがありますので、それから紹介をしたいと思うんですけども、実はアジアのね、台湾といえばね、本当にね、親日国といってね、日本のことをね、好きでいてくださる方が多い国で有名なんですよ。そこでこのトラバースが、実は配給されるというね、はい、レイコクリエイティブコーポレーションというね、配給会社さんのお力でですね、なんと配信の、はい、ほら、あれいろいろあるじゃないですか、こっちだとアマゾンプライムとか、はい、iTunes さんとか、はい、まあね、なんだっけ、Netflix さんとかね、いろいろありますよね、はい、まあ、台湾のまたそういう会社がいっぱいあるわけですけど、へ、大手5社も、お、いえ、5社も、台湾の大手5社も、はい、実は、映画トラバース配信が決まりました。イエイ、さすが、さすがもう我々も実は台湾にキャンペーンでね、はい、いつかきっと伺わせていただける日が、もう少しで、ね、またこう今の状況が整うとね、はい、まだまだちょっと外国ハードル高いですからね、そうですね、そしたらね、また監督とともに2人でね、皆さんのところにぜひ、伺える日が来るのを楽しみにしていますけれども、はい、ということでまだね、実はリナ、はい、情報解禁になってないんですけど、お、お、何ですか、言っちゃっていいかなフライングまでしすぎてはダメなんですけど、じゃあアメリカ、お、アメリカ聞こえてきてます、うん、何とはちょっと待って言えないですけど、アメリカ、はい、どうします、はい、あ、今度本当英語の心配しなきゃいけない、あ、どうしよ う英語はちょっとな、いけるな、同時通訳を雇いましょう同時通訳を雇いましょうね心配だからそう、実はそれだけじゃなくて、お、まだありますか、 UK っていうのは何でしょう、イギリス、お、イギリス、アメリカは全米ですよ、はい、でイギリス、はい、そして我々にゆかりの深いほら国際映画祭トラバス、はい、行ったことあるじゃないですか、トラバスが、はい、我々も本当に行くはずだった国はどこですか、はい、それはもうね、それはもう
それもうね、あれですよね。あれですよね。YouTube 忘れたんじゃないだろうね。ドイツです、ドイツね。ドイツ、ね。ちゃんと覚えてますよ。ドイツのです。それはもうね、ドイツ。やっぱ大事なことなんで。ありがとう。お父さんに、はい、あのあれですね、はい、譲ってくれたんですね。はい。はい、もういい娘やな。そうです。忘れただけじゃないんだろうな。いや。ドイツのね、ハンブルグの映画祭にもね、はい、招待作品としてトラバース上映していただきましたけども、ドイツでもちょっと言えないですけど、はい、媒介は言えないですけどね、またね、ちょっとでも話があります。なんとアメリカ、ヨーロッパも含めて、まあ、きっとね、台湾の方がね、はい、台湾のちょっと知り合いの方とかもいるんですけど、台湾アクション映画もね、ものすごいこう熱狂的に流行るらしいです。へー、うん、だから、そして台湾は実はそういう台湾で皆さんになんか見ていただけると、実はシンガポールとかマレーシアとかベトナムとか、そうです、そうです、アジアの各国にもトラバースがお邪魔できるというお話をね、その、はい、こういう、まあ、配給会社の遠隔の知人の方々からもね、歓迎を受けているので、はい、どうします？いやー、もうここはそればっか、もう頑張って、うん、私たちもそうなんですけど、うん、広めていただいて、はい、ちょっと行っちゃいましょう、行っちゃいましょうということで、この番組はこれからまたね、再始動したトラバースを大いに情報発信で盛り上げていこうという、はい、そういう企画でね、このみんなでトラバースの、まあ、編集をしてくださってたりね、企画をしてくださってる会社さんから、ぜひ高梨親子で一つトーク番組を一個持って、随時ね、いろんなことのこう情報発信や、ニュースとかね、現状報告とかもね、しょっちゅうやってもらいたいということで、この番組が立ち上がりましたんで、これからシリーズで皆さん、今回記念すべき第1回ですけれども、高梨潤と高梨ら親子で、これからトラバースを盛り上げていきたいと思いますので、ぜひこの番組お楽しみにいただきたいと思います、ということです。で、これほらリナ、ここにね、はい、なんか懐かしい写真がいっぱい、うん、これトラバースの、これは何ですか、これいつですか、これはですね、うん、その撮影の時にみんなで撮った写真ですね。ね、これクランクアップの時ですよ。本当ですか？クランクアップな、忘れてんの？いや、クランクアップ みんなこんなにいましたっけ？クランクアップの時に、そう、あ、クランクアップじゃない、あ、ごめんなさい。クランクアップ前に、はい、みんながいる時に、これ言っちゃっていいのかな、はい、クランクアップっていうことになってるんだけどね、クランクアップ前に、全員が揃える時間に、クランクアップの写真撮ろうっていうことだったんですね。そうそう。でもこの日だったよ。この日の朝だったもん、クランクアップ。うん、だからもう、じゃあほぼこの時はね、もう本当ね、リナのね、この本当に今でも泣けてくるようなリナのね、まあ父親思いのね、あれがあってですね、またそれはおいおいこの番組でもね、またね、はい、エピソードとして語っていきますけど、これクランク一個ね、間違い探しあるんですよ、リナ。何ですか、この中に間違い探しが。さて何でしょう、ヒントとかありますか。ヒント言っちゃってももろに分かっちゃう。あ、うん、あれですよね、高梨は2人。それじゃないですね。それ間違いではないですもんね。ちょっと間違いかな。この方スタンドインでね、スタンドインでほら、ちょっと休ませてもらえるときに、ちょっとカメラの前立っといてとかって言ってくださったね、スタントチームの方ですけど、はいはい、それ間違いではないんですね。あ、そうなんですね。うん、間違い探しは、大きい間違い探しはあるんですけど。大きい間違い探し、うん。パッと見てね、はい。パッと見てね、この幕あるじゃないですか、幕。はい。うん。まあ、これがヒントかな。トラバースの綴りは、あ、なんかちょっと違う、 SE が抜けていますね、はい、あ、全然トラバースっていうね、ほら、あ、本当だ、そうこれね、なんかね、なぜそう、これこういう間違い探しが、まあ、特に意味はないんですけど、バラエティ番組ですから許して、はい、ということでね、リナ、これクランクアップの時、これこそまさしくクランクアップの時にリナと、あ、これですね、うん、ね、あの時これよくやってたね、あーってやつね、あーってやっててね、やばいよ、あーとかね、いろんな時に使ってましたね、これね、いろんなことが流行りましたね、流行りましたね、これね、懐かしい、懐かしい、リナを見せて、これ
さん。じゃん。これもうね、これクランクアップの日ですかね。日のなんかみんなで写っとった時、ね、なんかもう何年前とかいうレベルじゃないですか。そうですね、うん、やばいですね。やばいだってリーナこの時だって18歳だ。はい、私18歳だったんですよ。18歳ですよね。今もうすっかり22歳になっちゃって、すっかりってすっかりね。でもコロナ、ちょうどコロナがね、はい、その間がね、はい、コロナがこれで4年目ですからね、はい、ちょうどコロナの真っ只中をトラバス走って、ようやくリーナも今回コロナを、そう、辛かったねコロナでね、はい、行きたかったとこも実は皆さん沖縄とかね、舞台挨拶に行けた場所もいろいろあるんですけど、沖縄とか長野とか、あと今のドイツの国際映画祭とかね、本当は、監督とね、リナとね、皆さんのところに、舞台挨拶で伺うという予定が入ってたんですけど、もうコロナでね、それも全部止まってしまってね、ようやくまたこれ海外も含めてトラバス再始動ですので、またね皆さんとお会いできる機会を、この成長した、まああまりもう成長が止まってるため、高梨純と、もう成長した高梨里奈で、はい、監督どうなのかな、成長ですか、成長ですか、成長どうですか。ああでも不死身になった不死身になった岡田裕樹監督とね、またいろんな方々も含めてね、他のスタッフさんもキャストさんももしかしたら参戦してのトラバース盛り上げのいろんなここからね、このみんなでトラバースね、これからね、はい、編集の方々からね、まあ、企画の方々からね、はい、いろんな企画がリーナ上がってるんで、いろいろやらされてるか、やらせるかもしれませんけど、お願いしますね。頑張ります。うん、いろいろね、なんかこんな企画もあるみたいですよ、はい。ダーツの旅ってあるじゃないですか。ありますね。うん、あれどっかね、はい、どっか行ってこいみたいな。キャンペーン、どっかでも宣伝して、トラバスって知ってますかとかって、知らえ、何、トラベラーズ何知らないよとかって言うじゃないですか、きっと、はい、まだ最初は、はい。うん、その時に、こうやって、トラって言って、あんたたちかいみたいな。なるほど。面白くないですか、いいと思います。うん、なんか、やってくれるかな。まあ、授業相談ね。そうなんか、うん、いやいや、そう、嘘ですよ。でもあれが来たらお願いしますね、はい、一緒にそういうのもって、ねはい、いろいろとまたこうみんなで、トラバス盛り上げていきたいと思いますけど、はい、これはもう血だらけの、親父が刺されてね、はい、みんなはピースだけど刺されとるんかい俺は刺されてるのに、ねはい、血だらけで、ねはいね、こういう、まあ、トラバス懐かしい、はい、なんかいろんな写真ありますね、結構撮ったんですね、いっぱいよ、いっぱいよ、いっぱいよ皆さんみんなでトラバースっていう YouTube 番組ね、今絶賛配信中なんですけど、見ていただけてますかね。実はその配信を最初にね、企画が立った時ね、はい、まあ、編集をしてくださってる、まあ、最初にこう立ち上げてくださった、制作会社というか、はい、があるんですけど、その制作会社の方と、もう一個ね、みんな覚えてるだろうけど、メイキングの会社の方がずっと張り付いてたでしょ。ああ、いましたね。もういつ寝てるんだろうぐらいな感じで いましたよね。であったでしょ、はい、そうずーっとね、はい、で実はねいつ寝てるんだろうってね、あれ撮影中寝てました。寝てたんですか、うん、もうこうなってましたあでも結構皆さんが寝てるの見ましたよ私誰が監督とか有名な話ね、ね監督ね、うん、寝てましたね、寝てましたね。いやでももうあれは眠たいですよね。だからね、まあ、こうなりながらのそのメイキングの会社の方と、はい、それからまあ制作の方とかそういう方々が集まるじゃないですか。で、まあ、企画的な会議があるわけですよ。はい、あのね、恐るべき量のいわゆる裏、はい、裏フィルムが。あることが分かったんです。どんなのですか。だからもう我々はほらあそこの現場でね、はい、お仕事してるじゃないですか、はい、そう、もうこんなの撮ってたのっていう映像がいっぱいあって、困るな、いや困ることしてたんかいっていう、でもいろいろあったよね。でもね、そうですね、そういう、まあ、写真もそうだけど、はい、ほらリナほら雨めちゃくちゃ降ってさ、はい、もうなんかそれの前にこう朝、はい、ほら別荘の
ところでさ、はい、ロケの時にすっごい綺麗な朝焼け見ましたね。覚えてますよ。でさ朝、まあ、夜が明けてくる時に集まるってさ、はい、で俺2人でジャンプして撮ろうよとか撮りましたね。撮ったよね。もうであの後なぜか分からないけど大雨。もうあれすいやもうやばいっていうレベルじゃなかったですよね。なんか豪雨みたいな。もう外のさあのスタッフの方々の見たもうみんなでこうそうボーボーの中さ外で暗くするために、ね、でその後から虹が出たりとかね、はい、うん、まあ、そういうところもねいろいろありましたけども、ね、はい、まあ、とにかくねあのたくさんのね写真もねあの時の写真あるんですよ。あ、本当ですか、うん、誰かが撮ってくれてる、写真とかメイキングさんが撮った、はい、たくさんの裏の映像とか、ちょっと気になりますね。気になるでしょ。こんなのあったのっていうのがこれから多分続々と、まあ、我々だってびっくりしますよ、はい、もしかしたらやばいかもしれない。もうその時にこれちょっと出さないでほしいですねみたいなやつもあるかもしれない。 NG もあるかもしれない。もうなんかねもう編集の人たちがもうそれは困るな。しっかり。みんななんかだいぶ困ることやった。もうでもすでにね、いやいや皆さん、はい、あのほらみんなでトラバースご覧の方皆さんあのありがとうございます。おかげさまで、高梨父娘のね回はねこうダントツの再生回数。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。のところでもうすでに公開をされているんですが、リナがお菓子を盗んでいるシーンが。盗んでるって言ったら人聞き悪いですね。人聞き悪いですよ。ただ、うん、食べて、うん、ちょっと皆さんがね、やっぱ、ちょっと食べないかな、みたいな感じで、でも余ってるのも、ちょっと、せっかく用意してくださったのに、はい、余ってしまうのは、ちょっと、ダメじゃないですか。うん、どうしてあの時でもちょっとこう、あっていう顔になったんですか、じゃあ。いや、ちょっと、まさか見られてると思わないじゃないですか。ね、いやでもちょっと私は全然盗んだとかではなくて、あの皆さんがね食べないならじゃあ私がいただきましょうと、うんうん、ちょっとこれは父親として申し訳ありませんでした。もう盗んだなんていう人聞きないこと言っちゃう人が多いとしてもね、そうじゃなくてこうパパパパって早くなったので、はい、うん、なんかっていうシーンとかね、もうあれだってあの時の直前までリナだって撮られてるっていう感じじゃなかったもんね。はい、はい、全然そんな感じなくて、うん、おいみたいな急にみたいな感じでしたね。実は裏側のもう映像がたくさんたくさんあるそうで、俺ねあの自分が多分見れなかった、はい、見てなかったリナの姿とかね、逆に多分ほらあのリナが見てなかった、はい、自分のあれとかもね、この番組もそうですけど、この番組の曖昧はね、これはまあ情報番組ですけど、そのメイキングとかね、ドキュメンタリー番組みたいなものをね、そういうところでも逐一公開をされていきながら、実はリナこれね、この YouTube、はい、YouTube ってほら、まあ、本当に皆さんにあの便利って言うとちょっと言い方なんですけど、世界配信じゃないですか、はい、そうですね、うん、だからもう今言った台湾とかね、はい、これから行く、まあ、言ってみれば北米や、ヨーロッパとかね、はい、そういうところでもこの発信番組を見ていただけるために、まあ英語のねこう、うん、字幕をその制作会社さんが出すべきだろうということ、やっぱ喋れるようにしなくて大丈夫ですか。大丈夫ですか。英語の通訳、ね、俺が通訳やの。私が喋ったの。うわすごい大役だな。もうあのすいません、当分やっぱり字幕でお願いします。制作会社の皆さんね、字幕でね、うん、あのその番組もそうですし、いろんな番組もそうですし、はい、っていう風なね、これからも字幕でやっていこうよっていうことで、ぜひあの海外のね皆さんもあのこの番組可愛がっていただきたいと思います、はい、はい、ということでね、リナ改めてさ、ほら、はい、あの映画トラバースがこれでやっと再始動で、いろいろここまでもね、実はコロナ禍だったけど頑張ったよね。頑張りましたね、うん、これからまたこう第2回とかね、第3回とかってことで現場の話とか、はい、まあ、皆さんが知らないことをね、あの多分自分でもね、あれその時リナってそう思ってたのとか、そういうことをこう話していくうちにね、はい、あのいろいろとこう明らかになっていくことがたくさんある、こうその番組、楽しい番組にしていきたいと思いますけど、はい、まあ、改めてほらリナでも頑張ったよね。あのもちろん我々の現場もそうだけど、その後のほら、
はい、全国労働省の舞台挨拶もそうだし、キャンペーンもそうだし。そうですね、なんかもう舞台挨拶とかもう何回やったって感じで、いろんなところを行かせてもらって、いや楽しかったですね。楽しかったね、皆さん本当ありがとうございましたでもね、サインあんなに書いたのすごかったねいっぱい書きましたね。すごい、もう嬉しい。もう書いてて途中から自分のサインこれで合ってるのかなって思った時ありましたもんどうしてどうして、だって書けば書くほど、あ、書けば書くほど慣れていくのに。いや、なんか、書けば書くほど本当にこれが自分のサインなのかみたいな感じが出てきて、ちょっとあれみたいな、見比べたりしてました違ってなかった、合ってたと思います、多分。あの確かこれね、言っちゃってもいいと思うんだけど、はい、でリーナのねサインはあの形にちゃんとなったのは、はい、多分ね俺一緒にねリーナにあの相談っていうことはないけども、はい、どう思いますみたいなことで一緒にねリーナのサインに関わらせてもらった光栄なわけ、記憶があるんですよ。私はないです。そうか。あんま覚えてないんですけど。原型はあったと思うけど。本当ですか？うん、そうそうそう。だから、確かね、俺、それ、記憶があるんですよ。それもなんかね、どっか撮ってないか撮ってないかな。うん、でもなんかね、そういう記憶があるんでね、皆さん。でね、いつもこう、サイン、皆さんにね、はい、させていただくときに、リナのサインはね、結構ね、早く書くんですよ。さらっと書けますもん ね。で自分の結構ね、こう結構な時間かかるんですよ。ね、そうするとね、リナがね、早くしてくれますみたいな感じ。もう私さっさっさ自分でバーって書いて、はいって。これ溜まってるんですよね。溜まって。早く溜まってますよみたいな。それ結構サイン会の時で、いつも慌ててる、俺慌ててるイメージありましたもんね。なんかね、リーナに迷惑かけちゃいけない。ありましたね。はい、そんなことでですね、今サインの話ちょうどなったのでそんなこと思いましたけど、これからねこういうような裏話というか、はい、まあもう山ほどあって、我々もねでもね少しね記憶抜けてるので、お互いに話していくとね、これから楽しい話がね、その時はそうだったんだっていうような話がね、多分、自分が知らないことをリナが、ね、リナが知らないことを自分がとかっていうこともたくさん話が出てくると思いますので、はい、これ第1回目はこれで終わらせていただきますが、第2回目以降もまたさまざまなね、そのテーマを毎回決めて、その遠隔のことを皆さんに楽しんでいただきたいと思います。第1回目はこの辺でね、はい、出演したいと思います。次回楽しみにしてください。それでは高梨柊と高梨里奈のみんなでトラバース。また次回ね。最高です。はい、ありがとうございます。